皆さん、こんにちは。大地です。今年2022年7月18日、久しぶりにワークショップを行いますけれども、テーマは質問です。コーチカウンセラーが絶対に知っといた方がいい質問一覧ね、どの順番で、使ったらいいかみたいなことだったり、僕自身がね、この質問によって助けられたっていうね、お役立ち質問だったり、いろんなことをお伝えしたいと思います。ぜひお越しください。今日も、質問に関する、ワンポイントレッスンなんですけど、質問に限らずだけどね、目的と結果っていうものについて考えてみるっていうことはとても大切ね。で、ちょっと極端な例でいきましょう。なんでそんなことをしたんだってめちゃガチ切れしてるお父さんとね、もう恐れおののいてる息子さんがいますけれども、まあなんかいたずらかなんかしたんだとしましょう。で、お父さんね、怒ってるね。で、なんでこんなことしたんだって一応質問だよねこうしてるんだけど、この質問どうだろう、答え聞こうっていう目的すらないかもしんないよね。もういいね、だってなんか答えてもうるさいって ね、そんなんじゃないとかね、黙ってろとか言われちゃうかもしれないしね、お子さんはね。で、だから何がお父さん言いたいかっていうと、もういい加減にしろと、何度も言わせんな、俺をイライラさせんなね、ふざけんな、なめんなね、ちゃんとしてろ、おとなしくしてろね、いい子にしてろね、言うことを聞け。ただそういうことが言いたくなっちゃってるのかもしれない。で、だから質問の形をとってるけど全然質問じゃないんですよね。で、じゃあそんな目的でね、コミュニケーションをとってて結果どうなるかというとね、子供はお父さんの前ではおとなしくしてるかもしれない、空気読むかもしれない、まあもしくはね、お父さんに対してね、反抗してね、息子さんも感情的になってなんかやるようになるかもしれないね。で、もしくはね、陰でこそこそと悪さするようになるかもしれない。少なくともね、なんかお父さんのことを信頼して心を開いて何でも相談してとかね、で、お父さんに勇気づけられてね、いろんなことに建設的にチャレンジしてとかにはなりづらいよね、結果としてね。で、そのことをこのお父さんが自覚したときに、このね、目的とか結果とかっていうので本当にいいんだろうかっていうことを考えてもらいたい。そして、じゃあなんかいたずらしちゃったとか悪さしちゃったねっていう息子に対してね、どんなコミュニケーションを取ったらいいのかなっていうことを考えてほしいわけだし、そのコミュニケーションが質問だったら、例えばね、なんかどんなことをしたのって、で、結果どうなったってこう聞いてみてね、で、そこから何学んだって聞いてみたっていうわけだしね、本当はね、どうしたかったのとかね、目的を聞いてみたりとかね、これからどうしていきたいの、それはどうしてとかって聞いてみて、じゃあどんなやり方するといいんだろうねとかね、みたいなことを聞いてもいいわけだしね。で、まあ障害対策みたいなことをね、アイデアとして持ってたら、今度なんかそういうのしたくなっちゃったらどうしたらいいんだと思うとか、そういう状況になっちゃったらどうしたらいいと思うみたいなことを聞いたりとかね、いろんな関わり方ができると思うんですよ。で、それはやっぱりこの子にどうなってほしいか、何のために自分はコミュニケーションを取るかっていう目的があるからなんですよね。で、アドラー心理学でいうと、教育の目的はこの 4S っていうものに集約されるというふうに説明されたりするけど、尊敬、まあ、自分のことも他人のことも尊敬できるようになってもらいたい、責任、自分がやったことにきちんと責任を取れるね、で、責任を取れる行動を取るっていう、人間になってほしい、社会性、他の人とコミュニケーションを取り合って協力したり合意したりね、できるようになってもらいたい、で、生活力、自分でね、この生きていける力ね、世の中でやっていける力を持ってもらいたいって、まあこういう目的なんだよね。で、こういう目的があるから、そこに向かって質問しましょうっていう時にね、まあなんでそんなことをしたんだね、ふざけんな、どうすべきなんだ、言ってみろみたいな質問にはならないってことなんだよね。で、さっき言ったみたいに、例えばこういうね、僕がいつも使ってるこの体験学習のね、モデルみたいなものを使って質問を投げかけていくっていうことになるっていうことなんです。だからコーチングカウンセリングにも必ず目的があるはずなのよ。で、何が目的なのかしらとね、コーチングカウンセリングにおける目的って何なんだろうね。で、クライアントさんにどうなってもらいたくて、ね、何を起こしたくて質問するんだろうということをきっちり押さえて、で、それが叶うような質問をしてもらいたいということなんだよね。また、明日のビデオでね、じゃあコーチングカウンセリングの目的は何なのか、じゃあそれに叶う質問って何なのかみたいなね、お話をしていきたいと思います。それではまた。バイバイ。